株式仲買店。結婚して間もなく、私はパディントン地区で開業していた医院を、かかりつけの患者ごと買い取った。その医院の持ち主のパーカーロイ氏は、かつて優れた全開医だったのだが、夜年並みには勝てず、おまけに性ピスクス舞踏病の厄介な症状が出たこともあって、近年は患者の数もめっきり減ってしまっていた。世間の人々の頭には、他人の病気を治す立場の者は、まず自分が健康でなくてはならないという考えが染みついている。したがって、自分の病気をどうすることもできずにいる医者は、たちまちその能力を疑いの目で見られるようになる。そのせいで、パーカーロー医師の体が衰えていくにつれ、患者数は減少の一途をたどる。私が着いた時点では、かつて1200ポンドほどだった医院の年収も、300ポンドにまで落ち込んでいた。だが、私は若くて元気だという自信があったので、数年のうちにその医院を元通り流行らせてみるつもりだった。医院を譲り受けてから3ヶ月というもの、ひたすらその仕事に打ち込んでいたので、シャーロック・ホームズと顔を合わせることがほとんどなかった。私にはベーカー街までわざわざ出向いていく暇がなかったし、ホームズはホームズで仕事にやむを得ない場合以外、外出することなど滅多にない男だったからだ。だから、6月のある朝、朝食を済ませて、英国医学ジャーナルを読んでいたところへ、玄関のベルに続いて、やや耳障りなくらい甲高いホームズの声が聞こえてきたときにはびっくりした。いやあ、ワトソン。彼はずかずかと入ってくるなり挨拶した。書いて嬉しいね。奥さんもきっと4つの署名事件のショックからすっかり立ち直っているんだろう。ありがとう。二人ともすこぶる元気だよ。私は心を込めて彼の手を握った。だからといって、ホームズはロッキングチェアに腰を下ろしながら話を続く。医者の仕事に没頭するあまり、僕らが取り組んでいたささやかな睡眠問題に興味を持つ余地がなくなってしまったなんてことはないだろうね。とんでもない。それどころか、つい昨夜だって古い記録をひっくり返してこれまでの成果を分類していたくらいだ。その記録のコレクションを打ち切ってしまうなんて気じゃあるまい。そんなわけはないさ。まだまだ面白い事件を始まっていきたいね。じゃあ早速今日はどうだろう。いいとも、君さえ良ければ。はるばるバーミンガンまで出かけていってしても、君が行きたいって言うんなら、ちょっとも構わないさ。診察はどうする？隣の医者に用事ができたときは、僕がいつも代診を引き受けてやっている。だから向こうだって借りを返すためとなりゃ、手伝って気持ちよく引き受けてくれるはずさ。ええ、それはこうする。ホームズは椅子に深々と持たれると、半分閉じたまぶたの奥から私を鋭く見つけた。ところで、君、最近体調を崩していただろう。夏風邪は答えるからな。先週はひどい寒気がして、3日も家に閉じこもりっぱなしだった。でももうすっかり良くなったよ。らしいな。すごく元気そうだ。じゃあ、一体どうして僕が風邪をひいていたことが分かったんだい？僕のやり方を知っているはずじゃないか。じゃあ、推理したぞ。もちろん。何から？スリップのみだ。私は自分の履いている新しいエナメル側のスリッパーに目を落とした。でも、一体、言いかけた私の先回りをして本を磨く。君が履いているスリッパは新しい。履き始めてからせいぜい2、3週間というところだが、ところが今こっちに向いている底がわずかに焦げている。もしかして濡れたのを乾かそうとして焦がしたのかとも考えてみた。だが、甲のそばに店の印が入った小さな丸いシールがまだついている。もし濡れたのだとしたら剥がれてしまったはずだ。
だから足を暖炉の火の方に伸ばして座っているうちに焦がしてしまったに違いない。でもいくらこんなに雨の多い6月だとはいえ、天気だったらそんなことはしそうにないというわけさ。いつもながら本を動かす意味はいざ説明されてみると実にあっけない。私の顔つきからその思いを見抜いたらしく、ホームが苦笑いした。どうも僕には種明かしをしすぎる嫌いがあるようだ。理由抜きで結果だけを披露する方がずっと感心してもらえる。まあいい、ダミーのメール言ってくれるんだね。もちろんだよ。どんな事件なんだい？そいつは記者の中で全部教えるよ。依頼人が外の辻場所で待っているんだ。すぐ出かけられるかい？もちろんだ。私は隣の医者に手紙を走り書きし、2階へ駆け上がって妻に事情を話すと、玄関の階段で待つホームズに合流した。隣も医者なんだね。ホームズが新宿の看板を顎でしゃくって刺した。ああ、僕と同じで医院を譲り受けた開業医だ。古くからある医院だってことだい？僕のところとちょうど同じくらいだ。どちらもこの家が建って以来ずっと医院を開業している。ええ、じゃあ、君、いい方を手に入れたな。そう思う。でも、どうしてわかるんだい？玄関の石段からの廊下です。君のところの石段の方が、隣のより3日ばかり余計にすり減っている。ところで、紹介しておこう。我社常連のこちらの方は、依頼人のオール回転者ですが。さて、御所君、出発してくれたまえ。ぐずぐずしていると汽車に遅れてしまう。朝で私と向かい合った男は血色が良く、がっしりした体つきの青年で、率直で正直そうな顔に、縮れた黄色っぽい口ひげをちょっぴり生やしていた。ピカピカのシルクハットに小ざっぱりした地味な黒のスーツという姿が、彼の人となりを物語っている。コクニーと呼ばれるが、いざとなると優秀な志願兵を多数送り出し、この島国のどこにも増して立派なスポーツマンを生み出してきたクラスの、シティで働く青年たちである。ふっくらとした血色のいい顔に、生まれつきの快活さはあったが、泣き笑いするような不思議な口元が心なしか歪んで見える。だが、この青年が一体どんな目にあってホームズを訪ねることになったのかが、私にも分かったのは、一等車に乗り込んで、バーミンガムへ向けて無事に出発してからのことだった。さて、これからたっぷり70分は、この汽車に揺られていくことになる。汽車が動き出すと、ホームズが口を開いた。そこで、オールパイプロフトさん。この僕の友人にあなたの興味深い経験を話してくれませんか？僕に聞かせてくださった通りに。いや、できるならもう少し詳しく。事件の経緯を繰り返し聞くことは僕にとっても非常に有益です。マドソン、この事件に果たして謎と言えるようなものがあるのかどうかすら、まだわからないんだが、それでも珍しいし、異常さも際立っていることだけは確かだ。僕と同様、君にとっても面白いはずだよ。じゃあ、パイクロフトさん、もう口は挟みません。どうぞ始めてください。青年は目をキラッと光らせて私を見ると語り始めた。そもそも一番腹が立つのは、僕が何とも間抜けな役に踊らされちまったってことなんです。もちろん最終的には丸く収まるのかもしれませんが、とにかく僕としてはやっぱり他にどうしようもなかったように思います。でも、もしこのまんまただ首が飛んだだけのことになってしまうのだとしたら、こんなバカバカしいことはありません。ワトソン先生、あまりうまいこと話せないんですが、実はこういうことなんです。僕はドレイパーズガーデンのコクソン&ウッドハウス商会に勤めていました。ところが、覚えていらっしゃいますかね？例のベネツエラ交際の件で、この春早々、その会社が多額の負債を背負い込んで潰れちまったんです。5年間その会社に勤めていましたんで、会社が倒産するとき、コクソン王が
僕のために立派な推薦状を書いてくれましたがね。でも、職を失ったのはもちろん僕だけじゃなく、27人いた社員全員がいっぺんに路頭に迷ったんです。あちこち駆けずり回って職を探しましたが、同じような立場の連中が他にもゾロゾロいるんですから、ちょっとやそっとじゃ職は見つかりっぱありませんでした。コクソンさんのところでは週に3ポンドいただいていまして、コツコツ貯めた貯金が70ポンドほどあったんですが、それもたちまち使い果たし、とうとうスカンピンになって、広告の求人に応募する切手代や封筒代にまでことばくありさまでした。靴だってあっちこちの会社の階段を上り下りするうちすり減ってしまったのに、職にありつけそうな手応えはまるでなしのままです。やっとのことでロンバード街にある株式仲買の大手、モーソン&ウィリアムズ商会に、欠員を一つ見つけました。東中央地区のことはあまり馴染みが終わりじゃないかもしれませんが、ともかくロンドンでも屈指の金のある会社です。郵送での応募に限られていました。早速推薦状を添えて手紙で申し込んだんですが、まさか採用されるなんて夢にも思っちゃいませんでした。折り返し手紙が来ましてね、次の月曜日に来社の上、面接で問題がなければ即採用したいって言うんですよ。こういうことって一体全体どんな仕組みになっているのか全くわからないもんですね。応募の手紙の山に社長がさっと手を突っ込んで最初に掴んだやつを採用するらしいなんて噂もありますが、とにかく今度は僕に月が回ってきたってわけで、こんなに結構なことはありゃしません。給料ときたら、コクソンさんとこより、週に1ポンド多く、それでいて仕事の内容は全く同じなんですよ。さて、ここからがいよいよ奇妙な話になります。僕の下宿は、ハムステッドの外れ、ポーターズテラス17番地ですが、採用が内定した晩のこと、部屋でタバコをふかしながらくつろいでいるところへ、下宿のおかみさんが1枚の名刺を持って入ってきましてね。金融関係人材斡旋、アーサー・ピナーと書いてあります。聞き覚えのない名前だし、どんな用なのかさっぱり見当もつかなかったんですが、とにかく部屋にお通ししてもらいました。入ってきたのは中肉中背で、髪も目も黒、髭も黒々とした、鼻のあたりがユダヤ人らしい感じの男でした。キビキビした物腰で、話し方も歯切れが良く、時間を無駄にしないタイプのようでした。オール・パイクロフトさんですね。ええ、そうですが。僕は椅子を進めながら答えました。最近までコクソン&ウッドハウス商会にお勤めでしたね。ええ。この度、モーソン商会に勤めることになられた。その通りです。実はですね。あなたの経理能力が非常に素晴らしいという噂を耳にいたしまして、コクソンさんのところで支配人だったパーカーさん、覚えてらっしゃるでしょ？あの方があなたのことを褒めちぎっていらっしゃいました。もちろん僕は悪い気はしませんでしたよ。確かに今まで会社での仕事をかなりうまくこなしてきたつもりではありましたけれど、シティでそんな風に評判になっているなんてね。記憶力抜群でいらっしゃるんですって？その男がさらに尋ねました。まあ、そこそこは。職を離れていらっしゃる間も、株式市場のことにはずっと関心を持ち続けていらっしゃったんでしょ？ええ。毎朝欠かさず相場表に目を通していました。ああ、実に勤勉でいらっしゃる。一心出世の王道というものでしょう。では、2、3質問させていただいてもよろしいですか？そうだな。エアーシャーはどのくらいですか？105ポンドから105ポンド4分の1です。では、ニュージーランド整理交際は104ポンド。では、ブリティッシュブロークンヒルズは7ポンドから7ポンド6シリングですね。お見事。男は両手を挙げて叫びました。やはり大噂通りの方だ。
いや、まったく、あなたほどの人物を、モーソン商会の一社員にしておくのは、まことにもったいない。いきなりこんな盛大におだてられ、僕は、唖然としましたよ。お分かりでしょう。そんな、ピナーさん、他の人はそれほど高く買ってくださってはいませんよ。それに、散々苦労した挙句、やっと手に入れた職には、十分満足していますとも。いや、なんてことを。そんなところで満足なさるなんて。もっとあなたの進化を発揮できる場を選ぶべきです。そこでもし私どものところへいらしていただければの話なんですがね。もっとも、私どもの申し出る地位だって、あなたの能力からすれば決して十分とは申せませんが。モーソン商会と比べたらはるかにマシです。それで、いつからモーソン商会に出社なさるおつもりですか？月曜日からです。かけてもいい。結局そこへは行かれないでしょうよ。僕がモーソン商会へ行かない？ええ、そうです。その日までにあなたはフランコ・ミッドランド金物株式会社の営業支配人になっていらっしゃることでしょう。この会社はフランスの方々の市町村に134支店、さらにブリュッセルとサンレモには一つずつ支店を持っているんですよ。僕はこれを聞いて思わず息を呑みましたね。でも、聞いたことのない会社ですが、ごもっとも、できるだけ世間に目立たないように活動しておりますのでね。というのも、会社の資本はすべて秘密に出資されていますから、あまりに有利な事業なので、一般に公開したくないのです。私の兄、ハリー・ピナーが発起人でしてね、出資額に従って専務取締役として重役会の一員となっています。私がロンドンの事情に明るいと知った兄から、いい人材を探してほしいと頼まれました。いうので、やる気のある青年をね。そこでパーカーさんに相談したところ、あなたの話が出たので、こちらへ伺ったわけです。給料ですが、とりあえず500ポンドというささやかな額を。年500ポンド。僕は思わず声を上げていました。最初はそれだけですが、担当なさる代理店のあらゆる取引のうち 1% は手数料としてあなたのものになります。給料を上回る額になること確実ですよ。でも僕は金物については全くの素人です。いやいや、その代わり数字のクロートでいらっしゃるではありませんか。僕は頭が混乱して椅子にじっとしていられないようなありさまでした。でもふと疑いの念が頭をよぎりました。この際はっきりと申し上げますが、確かにモーソン商会は年に200ポンドしかくれないけれど、信用は置けます。それに引き換え、あなたの会社のことはほとんど何も知らない。ふむ、鋭い。いやー、実に賢明でいらっしゃる。男はうっとりしたような表情で、感心した声を出しました。まさに我が社にうってつけの方だ。簡単には口車には乗らない。それもごもっとも。では、ここに100ポンドの小切手があります。で、もし私どものために働いてくださるおつもりなら、給料の前金として納めていただいて結構です。それはありがとうございます。で、仕事にはいつからかかればいいんでしょうか。明日1時にバーミンガムへいらしてください。兄宛ての紹介状をここに用意してありますから、これを持って兄をお尋ねいただければ結構。コーポレーション街 126B に、会社の仮事務所があって、そこにいますから。もちろん採用については、兄がもう一度確認することになりますが、私との今の会話で、採用は決まったようなものですよ。本当に何とお礼を申し上げたらいいのか、皆さん。何をおっしゃいますやら、当然受けるべきものを受け取られただけのことです。さて、あと2、3、ちょっとした手続きをお願いしたいのですが。いや、何？ほんの形式ですがね。そこに用紙がありますので、こうお書きいただきたいんですよ。私は営業支配人として、最低年俸500ポンドという条件で、フランコ・ミッドランド金物株式会社に勤めることを承諾すると。僕が言われた通りにすると、男はその用紙をポケットにしまいました。もう一つ、これまた大したことではありませんが、モーソン商会の方はどうなさいます？
喜びのあまり、モーソン商会のことは頭からすっかり吹き飛んでいました。手紙で断りましょう。いや、それは絶対にやめていただきたいのです。実は、あなたのことでモーソン商会の支配人と揉めてしまいましてね。あなたのことを問い合わせようと出向いたところ、猛烈に腹を立てた支配人に、あなたをそのかして引き抜こうとしているんだろう、などと非難されたんですよ。それでつい頭に来て、優秀な人材が欲しかったら、もっと待遇良くしちゃどうだって口が滑って。たとえ給料はお宅より安くったって、あの男はうちの会社で働きたがっている、と言い返されましたよ。5ポンドかけてもいい。もしあの青年が私の申し出を受けたら、お宅へはもう二度と連絡はないだろうよ、と私も売り言葉に買い言葉ね。いいとも、こっちはあの男をドブから拾い上げてやったんだ。そうあっさり裏切られてたまるものか。これは相手が言った通りの言葉ですよ。僕は思わず大声を上げてしまいました。なんて失礼な言い草だ。一度だって顔を合わせたこともない相手なんだ。そんな奴の言うことなんか構うもんか。じゃああなたがそうおっしゃるんだったら、手紙なんか書かないことにします。そうこなこっちゃ。約束ですよ。そう言って男は椅子から立ち上がりました。ああ、兄にいい人を世話できて本当によかった。さあ、100ポンドの前金です。これが紹介状。住所をちょっと控えておいてください。コーポレーション街 126B です。約束の時間は明日の1時。いいですね。じゃあおやすみなさい。あなたにふさわしい幸運をつかまれますよ。ざっとこんなところが覚えている限りでの男とのやりとりです。ワトソン先生、お分かりいただけるでしょう？突然すごい幸運に巡り合えた僕は嬉しくて仕方がありませんでした。嬉しさを噛みしめながら、その日は夜明け近くまで眠れませんでした。そして翌日、約束の時刻までに余裕たっぷり間に合う汽車でバーミンガムに立ったんです。向こうに着いて、乳街のホテルに荷物を預け、教えられた住所に向かいました。まだ約束の時間の15分ほど前でしたが、それくらい差し支えないだろうと思いました。126B は大きな店2つに挟まれた通路で、その先の石造りの螺旋階段を上がったところには、会社や専門職の人たちに事務所として貸されている部屋がずらっと並んでいました。壁の下の方にペンキで入居者の名前が書いてあるんですが、ブランコミッドランド金物株式会社の名前はどこにも見当たりません。こいつはママと一杯食わされたかと思ってしばらく立ち尽くしていたところへ、男が一人近づいて話しかけてきました。体つきといい、声の調子といい、前の晩に会った男とそっくりでしたが、髭は綺麗に剃り上げられていて、この男の髪の色の方がやや明るめでした。ホール・パイクロフトさんですか？ええ。いや、お待ちしてましたよ。でも約束の時間には少し早いようですね。今朝弟から手紙を受け取ったばかりなんですよ。あなたのことを盛んに褒めていました。ちょうどあなたの事務所を探していたところでした。ああ、実はまだ表札を出しておりませんでね。つい先週仮事務所としてこちらを借りたばかりなんです。では、あちらで話をしましょう。男の後から高い急な階段を一番上まで登りました。すると、スレート屋根のすぐ下に、絨毯もカーテンもなしで、埃だらけという空き部屋が二つ並んでいて、そこへ通されました。それまで見慣れてきたようなピカピカのテーブルの列や、ずらりと並んだ社員といった大きな事務所を思い描いていたもんですから、家具らしきものといえば、もみ材の椅子が二つに、小さなテーブルが一つ、他に目に入るものといえば、帳簿が一冊と、くず加工一つだけといった光景を、正直言って随分じろじろ眺めてしまいました。がっかりなさらないでいただきたいんですが、パイクロフトさん。会ったばかりの男が、僕の顔をしばらく観察していて言いました。ローマは一日にしてならずですよ。しかもまだ立派な事務所を構えるまでには至っていないとはいえ、我々の後ろには資金がたっぷりあるんですから。さあ、どうぞおかけください。早速紹介状を拝見しましょう。
紹介状を渡すと男はじっくり目を閉じました。あなたは弟を大いに感心させたらしい。あいつの人を見る目は確かです。もっとも弟はロンドンビーチ、私はバーミンガムが気に入っているのですが、今回は弟の意見に従うことにしましょう。さあ、これで正式に採用決定だと考えていただいて結構です。で、どんな仕事をいたしましょう。最終的にはパリにある大きな倉庫の管理をお任せしたい。英国の陶磁器類をフランス国内134の支店にどんどん出荷する拠点となるところです。1週間以内に仕入れが完了する予定ですが、それまではここバーミンガムにいていただいて、ちょっとした仕事を手伝っていただくことになります。どんなこと？その質問に答える代わりに、男は引き出しから大きな赤い本を取り出しました。パリの商工人名録です。名前の後に職業が載っている。これを持ち帰っていただいて、金物業者の名前と住所を漏れなく全部書き抜いていただきたい。それがあると私は非常に助かるのです。でも、確か職業別人名録があるのでは？あまり信頼性がないんですよ。分類方法が我々とは違っていて。とにかくその作業に専念していただき、月曜日の正午までに出来上がったリストを私のところまで持ってきてください。ではごきげんよう、ハイフロフトさん。知恵と熱意を捧げていただければ、我が社がいい勤め先だとお分かりになるでしょう。僕は腕に大きな本を抱え、胸にはどことなくすっきりしない思いを抱いてホテルに戻りました。確かに正式に採用され、ポケットには100ポンドの小切手がある。しかし、その一方で、あの事務所の様子といい、表に社名すら出ていないことといい、その他、実業界の人間だったら誰だって気になるようないくつかのことが、雇い主を信用していいものかどうか、という不安を残しました。でも、とにかく、これからどうなるにせよ、金はもらったわけだと気を取り直して、仕事にかかりました。日曜日は丸一日、ひたすら仕事に励みました。ところが月曜日になっても、まだやっと H のところまでたどり着けただけでした。とにかく雇い主のところに出向きますと、前と同じに殺風景なあの部屋で待っていて、水曜日までに何とか仕上げて持ってきてほしいというんです。ところが水曜日になってもまだ出来上がりません。金曜日まで、つまり昨日のことですが、必死に頑張ってやっとリストを完成させました。そしてハリー・ピナー氏のところへ持って行きました。本当にご苦労様でした。私が思っていたより大変な仕事だったようですね。でもとにかくこのリストのおかげで随分助かります。かなり時間がかかってしまいました。さて、今度は家具商のリストを作っていただきましょうか。連中も皆陶磁器類を扱っていますからね。わかりました。では、明日の晩7時にまた、はかどり具合を報告に来ていただくことにしましょう。決してご無理はなさらないように。仕事をした後、夜は2時間ばかり、デイズミュージックホールにでも行って楽しまれては？そう言って、男が笑った時です。左側の2番目の歯に、金がひどく不格好に詰めてあるのが目に入ってぎょっとしました。ホームズは満足そうに両手をこすり合わせていたが、私はといえば、依頼人の顔を見つめて、ただびっくりしているばかりだった。ワトソン先生、びっくりなさるのもごもっともです。でも実は、先日ロンドンで、ピナーの弟だと名乗る男に会ったとき、あなたは結局モーソン商会には行かないと言って笑ったその顔にも、全く同じように金歯が詰められているのがちらっと見えたんです。いずれもキラリと光る金歯が目についたわけですが、声も体つきもそっくりで、違うところといえばカミソリやカツラで何とでもごまかせるようなところばかり。となると、もしかして同一人物ではないかと疑わずにはいられませんでした。確かに兄弟なら似ていて当たり前かもしれませんが、まさか金歯までそっくりなんてことがあるでしょうか。男と会釈をしてとにかく通りに出たものが、まるで狐につままれたような気分でした。
ホテルへ戻って洗面器の水で頭を冷やし、それまでのことをじっくりと考えてみました。男はなぜ僕をロンドンからはるばるバーミンガムまで連れ出したんだろう。なぜ僕よりも先にバーミンガムについていたんだろう。なぜ自分に宛てて手紙を書いたりしたんだろう。何もかもさっぱりわからないことだらけで手に負えません。その時ふと、僕にはわけのわからないことでもシャーロック・ホームズさんだったらあっさりわかるかもしれないってひらめいたんです。そこでちょうど間に合う夜行列車に飛び乗ってロンドンに戻り、その足ですぐホームズさんを訪ね、こうしてお二人にわざわざバーミンガムまでお越しいただくことになったわけです。株式仲買人が驚くべき経験を語り終えると、しばらくは沈黙が続いた。やがてホームズが水青年もののワインの最初の一滴を味わったばかりのワイン鑑定家のような、鋭く吟味しながらも嬉しくてたまらないといった表情を浮かべてクッションにもたれかかると、私をちらっと見た。どうだい、ワトソン。なかなか面白い事件だろう。この話には興味深い点がいくつかある。ところで、フランコ・ミッドランド金物株式会社の仮事務所で、僕たち二人がアーサー・ピナーことハリー・ピナー氏と会ってみるっていうのも面白い経験になるんじゃないかな。どうだい？でも、どうやって？ああ、わけはありません。オール・パイクロフトが陽気な調子で口を挟んだ。お二人を失業中の友人ということにするんです。そうすれば専務取締役に引き合わせたって、ちっとも不自然じゃない。そうだ、それがいい。とホームズ。とにかく一度、直にその紳士にお目にかかりたいんです。そうすれば何を企んでいるのかは少しはわかるかもしれない。それほどまでにあなたを雇いたかったとは、一体あなたのどんな特質に掘り込んでのことなのだろう。それとも、ひょっとすると。そこで彼は、爪を噛みながらぼんやりと窓の外を眺め出し、それっきり入外に着くまで一言も喋らなかった。その夜7時、私たち3人は会社の事務所に向かってコーポレーション街を歩いていた。時間より早く行っても無駄です、とパイクロフトが言った。あの男はどうやら僕に会うためにだけあそこにやってくるらしいです。指定された時刻の直前まであそこには誰一人いません。疑惑ありげですね、とホームズ。ほら、言った通りだ。あそこを歩いていく男がそうですよ。指さす先に、道路の向こう側をせかせかと歩いていく、身なりの立派な小柄で金髪の男がいる。見ていると、道路の反対側で、新聞の最新版を呼び売りしている少年に目をやる。行き交う辻馬車や乗り合い馬車を縫うように走って、道を渡り、勇敢を一部だ。そして、勇敢を手にして、とある入り口に吸い込まれていった。ほら、入っていきました。あそこに会社の事務所があるんです。ついてきてください。できるだけうまいことやってみます。ホール・パイクロフトを先頭に6階まで上がっていくと、目の前に開きかけたドアがあった。パイクロフトがノックすると、中からどうぞと答えた。入ってみると、聞かされた通り、歯ブラシものは何もない殺風景な部屋。ただ一つあるテーブルの前に、先ほど通りで見かけた男が、勇敢を広げて座っている。入ってきた私たちを見上げた男の顔に、それまでお目にかかったこともないほど悲痛な表情。いや、それどころか、普通の人間は滅多に経験しないような恐怖の表情が、まざまざと浮かんでいた。滲む汗で光っている額。血の毛を失って、魚の腹のように青白い頬、狂ったように大きく見開かれた目。誰だか見分けがつきかねているような目つきで、男はパイクロフトを見た。パイクロフトはびっくりしている。雇い主の様子がいつもとまるっきり違うらしかった。ピナーさん、具合でも悪いんですか？相手はなんとか元気を奮い立たせようとしつつ、乾いた唇を舐めてから口を開いた。実は、あまり。ところで、お連れの二人はどなたです？
バーモンジーのハリさんに、もうお一人は、ここバーミンガムにお住まいのプライスさんです。依頼人はさらりと言ってあった。私の友人です。二人とも経験豊かな紳士ですが、ここをしばらく失業中で、ひょっとしてこちらで雇っていただけやしないかと。なるほど。よろしいですとも。フィナー氏は不気味な笑いを浮かべた。多分、何とかして差し上げられるでしょう。ハリスさん、特に何をご専門に？会計です。ほう、文字が答えた。ああ、そうですか。多分、その方面の人材が必要になるはずです。で、プライスさん、あなたは？ジムです。と、今度は私。なるほど。お二人ともほぼ間違いなく採用できると思います。決まり次第ご連絡しましょう。では、今日のところはこれで。どうかお願いだから、私を一人にしていただきたい。最後の言葉は今まで必死に抑えてきたものが一気に爆発してしまったかのように、男の口から言葉しびれた。ホームズと私は互いにちらっと視線を交わした。すると、ホールパイクロフトがテーブルの方に一歩進み出ていった。お忘れですか、ピナーさん。今日はあなたから指示をいただくお約束で参りましたが。ああ、そうでした。そうでしたね、パイクロフトさん。そうでした。男は少し落ち着きを取り戻していた。では、ちょっとここでお待ちください。お友人方も一緒にお待ちいただけますか。申し訳ないですが、3分ほどですぐ戻ってまいりますから。非常に礼儀正しく立ち上がった男は、癒着を残して奥のドアから出て行き、後ろ手にドアをピシャリと閉めた。どうしたんだろう？と、ホームズが小声で。僕らを騙して逃げるつもりかな？そんなの無理ですよ。と、パイクロフト。なぜ？あのドアからは奥の部屋にしか行けません。じゃあ、奥に出口はない？ありません。奥の部屋に家具類は？昨日は何もありませんでした。じゃあ、そんなところで一体何をしているんだろう。どうもおかしい。もし、恐怖のあまり気が変になりそうな人間がいるとしたら、あのピナーがまさしくその例だ。一体どうしてあんなに怯えているんだろう。我々を刑事だと思ったのかもしれない。と、私。きっとそうだ。パイクロフトも同意した。ファーモズは首を横に振った。あの男、僕らを見て青ざめたんじゃなかった。入ってきた時にはもう顔が青かった。だとしたら考えられるのはただ一つ。ファーモズの言葉が奥のドア越しに響いてきた、どんどんという激しい音に遮られた。なんで自分の部屋のドアをあんなに叩いたりするんだろう。とパイクロフト。もう一度、ドンドンという音がもっと激しく響いた。私たち三人は固唾を飲んで、閉じたドアを見守った。ホームズをちらっと見ると、顔をこわばらせて、興奮のあまり身を乗り出さんばかりだった。すると突然、喉を低くゴロゴロ鳴らすような音に続いて、何か木の部分を太鼓のように叩く音がした。ホームズはいきなり飛び出すと、ドアめがけて体当たりした。ドアには内側から鍵がかかっていた。私たちもホームズに倣って、ドアに体を力いっぱいぶつけた。帳板が一つ弾け飛び、さらにまた一つ外れ、バタンと大きな音を立てて、ドアが倒れた。それを踏み越えて私たちは奥の部屋になだれ込んだ。部屋は空っぽだ。だが私たちが戸惑っていたのはほんの一瞬のことだった。先ほどまでいた部屋に一番近い隅っこにもう一つドアがあった。ホームズがそのドアに飛びついて引き開けた。上着とベストが床に落ちている。そしてドアの裏側のフックで自分のサスペンダーを首に巻きつけたフランコ・ミッドランド金物株式会社の専務取締役がぶら下がっていた。膝を上向きに折り曲げ、頭を胸にだらりと垂らし、口のかかとをドアにぶつけて、さっき私たちの会話を遮った例の音を立てている。私はすぐに男の腰を抱え上げ、その間にホームズのパイクロフトが土毛色の皮膚にすっかり食い込んでしまった
ノブのサスペンダーをほどいた。元の部屋に男を運び、床に寝かせた。顔が灰色になり、紫の唇が、一息ごとにかすかに閉じたり開いたりしている。ほんの5分前に私たちに面と向かっていた男だとは思えないほど、無残に変わり果てた姿だった。どうだろう、ウォッソン。私は男の体の上にかがみ込んで診察した。脈は弱く途切れがちだが、呼吸が次第に長く続くようになり、まぶたが小刻みに震えて、白い眼球がわずかに覗いてきた。気まどいところで、どうにか命は取り留めたようだ。ちょっとその窓を開けて、ついでに水差しに水を汲んできてくれないか。私は男の襟元を緩めて、顔に冷水を振りかけ、自然な呼吸が続くようになるまで、両腕を上下に動かした。もう、あとは時間の問題だな。と言って、男から離れた。ホームズは両手をズボンのポケットに深く突っ込み、顎を胸にうずめるようにしてテーブルのそばに立った。こうなっては警察を呼んだ方がいいだろう。でも正直なところ、連中が駆けつけてくるまでに、すっかり解決しておきたいものだ。僕にはさっぱりだ。パイクロフトは頭をかきながら叫ぶ。一体何の目的で僕にはるばるこんなところまで足を運ばせるようにしたんだ。それに、そんなことはもう分かりきっている。ホームズは苛立たしげだ。問題なのは最後になぜこんなことをしたかということだけだ。じゃあ、その他のことは全て分かっているとでも？分かっているつもりですよ。ワトソン、君はどうだ？私は肩をすった。正直言って、僕の頭では理解できない。だが、これまでの出来事をよく考えているけど、結論はたった一つしか出てこないはずなんだよ。じゃあ、君はどう考える？すべての中心にあるのは、結局二つのことなんだ。第一は、パイクロフトさんに、このインチキ会社に入社するという誓約書を書かせた。これはいかにも弱くありげなことだと思わないかい？どうもまだよく飲み込めないな。では、なぜあんなものを書かせたりしたのか。実務上の手続きなどではないはずだ。この程度の取り決めは、市役所でするのが普通だからね。パイクロフトさんの場合に限って、例外だなんてことは全く馬鹿げてる。パイクロフトさん、気づきませんか？連中は、あなたの筆跡の見本が、喉から手が出るほど欲しかったんですよ。だから、ああするしかなかった。でも、なぜですよ。そう、なぜでしょう。それに答えが出れば、判決に近づく。なぜか、考えられる理由は一つしかない。何者かがあなたの筆跡を真似したいと思った。それにはまず、どうしても日本語を手に入れる必要があったんだ。さて、次に第一のことと互いに関係がある、第二のことです。ひなしは、あなたからは妄想紹介で入社を辞退するという知らせをさせないようにしている。まだ見ぬ、ホールパイクロフトなる人物が、月曜日の朝には、てっきり出社するものだと、あの大会社の支配人で思い込ませた。そうだったのか。僕はなんてバカだったんだろう。さて、これで筆跡のことも納得できましたね。何者かがあなたに成りすまして、妄想紹介に入社したとして、求人に応募した時の筆跡とは、見ても見つかない字を書いたら、たちまち額のパワーが上がってしまう。だが、入社までにあなたの筆跡を守ることができるようにしておけば、会社で怪しまれることはない。あの会社にあなたの顔を知っている者は一人もいないはずですからね。ええ、一人も。パイクロフトは埋めるように。そうでしょう。もちろん、それにあたって何より大事なことは、あなたにそのことをじっくり考えさせない。それに、身代わりが妄想紹介にいると教えるかもしれない人物に、あなたを近づけないようにすることです。それであんなに大金を弾んで、あなたを中部地方に追い払い、たっぷり仕事を与えて、ロンドンに行かせないようにした。あなたがロンドンに現れたりしたら、計画がぶち壊しになってしまう気になりますからね。ここまでは全部はっきりしています。でも、この男が一人で兄弟を見たりしたのはなぜでしょう。まあ、それも理由ははっきりしています。
この計画にはどうやら二人しか絡んでいない。一人はピナーと名乗るこの男、もう一人は農村紹介であなたになりすまして働いている男です。ここにいるピナーはあなたと就職の契約をする役を演じました。ところが雇い主を演じる人間がどうしてももう一人になってはならない。とはいえ、新しく3人目を計画に加えることはどうしても避けられない。そこで、できるだけの変装を凝らしてみたものの、きっと似ていると感じられるに違いないと思って、兄弟だという触れ込みで何とかごまかそうとしたというわけです。あなたが運よくキンバーに気づかなければ、疑われることもなかったでしょう。ポール・パイクロフトは、両手の握り拳を振り上げて去った。くそ。でも僕がこうして間抜けな役をさせられている間に、偽物のホールパイプロックは、農村紹介で一体何をしているんだ？ホームさん、これからどうしたらいいんでしょう？どうしたらいいのか教えてください。まず、農村紹介へ電報を打つことですね。でも、土曜日は12日で会社が閉まってしまいます。大丈夫。主営か宿直でいいはずです。ああ、そうだ。貴重な有価証券が保管されているんで、主演を常駐させているということだった。シティでそういう話を聞きました。結構。では、早速電報を打って何か変わったことがないか、そしてあなたの名前で働いている人間がいるかどうか確かめてみましょう。でも、これは全てはっきりしていることです。それより、未だにわからないのは、あの悪党の一人が、我々の姿を見た途端に慌てて部屋から出て、首吊りなんかしたのはなぜなのかということです。新聞。突然背後で響いたしわがれ声を振り返ると、男が上半身を起こしていた。顔はまだ死人のように青白いが、目にはようやく正気が戻っている。首の周りに太くゆっくりと残る赤い筋を手で盛んになめている。新聞。そうだ。ホームズは我を忘れて叫んだ。なんて間抜けだったんだろう。彼に会うことばかりに気を取られて、新聞のことをすっかり忘れていた。確かに秘密はここにあるんだ。彼は新聞をテーブルに広げた。途端に勝ち誇ったような大声が、その口から吹き走りている。ロビスン、これだ。ロンドンの新聞だよ。イブニングスタンダードの早番だ。ここ、見出しをご覧よ。シティの犯罪。農村ファンド・ウィリアムズ紹介で再出陣。大胆不敵な強盗未遂事件。犯人逮捕。さあ、ワトソン、みんな知りたいんだ。声に出して読んでみてくれ。新聞紙面での扱い方からして、明らかにロンドンでの大事件。記事は次のように書かれている。今日午後、ロンドンのシティで大胆不敵な強盗未遂事件が発生。死者が一人出たが、犯人は逮捕された。有名な株式仲買会社、モンソン&ウィリアムズ商会は、かねてより総額100万ポンドをはるかに超える有価証券を保管している。責任の重さを強く感じていた支配人は、最新式の金庫を採用、武装した警備員に昼夜とも建物を警備させている。先週、同社にホール・パイクロフトという男が入社。ところが、実はこの男こそ、先頃兄と共に4年の刑を終えて出所したばかりの、悪名高く、偽造犯にして、金庫破りの常習犯、ヘリントンに他ならなかった。手段についてはまだ明らかになっていないが、ヘリントンは偽名を使って社員にまんまとなりすまし、その立場を利用して、各種の情の型を取った上、銀行室や金庫の位置を調べ上げた。農村紹介には、土曜日は、正午。